バブル90ライトをの使い方を説明します。まずパッキンを入れて、そこからこれを取り付ける。で、取り付けるにあたってここを回さずに、ちゃんとここを回すと、ここを回すと調整リングが回ってしまう。で、ここを手で止まるところまで つけた後は、このモンキーかスパナでキュッと止まるところ、軽く締めるだけで、それでシールされるので水が漏れる。で、ここから、ロールゲージを変えて実際に水出します。で、この水の勢いを強くしたければこっちに回す。そうすると水の勢いがどん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 強くなってくる。で、逆に弱くしたければで、これをどん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 回していくと、ここがここに隙間が空いてくる。この隙間は、これ以上回してもこれ以上弱くはなりませんよという印で、これ以上回って隙間が出ているにもかかわらずずっと回し続けると、バブル90が壊れる原因になるので、これは絶対にやめてください。で、隙間が空いてると、これ以上弱くならないという印です。で、隙間が空かないところまで戻して、この状態、この状態が一番弱い水の出てる状態です。この状態で使うようにしてください。で、もうちょっとこれで物足りないなと思えば、もうちょっと強くしていって、もうちょっと弱いなと思えば、強くしていく。こういう形で使ってください。あと、万が一、何か異物が流れてきて、バブル90の水の出方がおかしくなってゴミが詰まったなと感じた時には、これをフラッシュすることで大量の水とともにゴミを流していく。これでメンテナンスは終わり。で、一度セットするとあとはもうここを回していただく必要はないので、もうずっとこのまま使ってください。これをここで、ここまで回そうがここまで回そうが同じ水の量しか出ません。だから決められた、節水の効果が、ずっと続きます。